グランドロードグランドロードとは、愛知県岡崎市新殿町にある、岡崎市流北総合運動場に至る道路の通称名である、道運動場の前身である、愛知県岡崎総合運動場の愛称が、県営グラウンドだったため、都市計画道路美名協線の一部と愛知県道477号、東大見岡崎線の一部と通る道路の愛称で、指導区間は4車線で、広く ゆったりとしており、県道区間は2車線で、稲熊町から新田町にかけては、旧道が残る。逆に市道を西に進めば、グランドロードから平張り街道に移る。市道区間は大通りに面し、スーパーマーケットや、グランドロード商店街振興組合に属する商店などが立ち並ぶ、主に商業地である。それと比較して、県道区間は、以前山林だった地域に、 新興の住宅が目立つようになり、岡崎誠伝特定土地区画整理事業が行われるようになった地域である。グランドロードの前身は近世には存在し、岡崎上場下の農見口から稲熊を経由し、途中で大沼街道と同道して滝に達した道である。現在でもグランドロード沿いの佐川急便があるあたりに、岡崎市、稲熊町あざ滝道の地名が残る。 松平王冠の一部と考えられ、岡崎城下と山間部地域を結び、多くの物資が往来する道であったという、ありがとうございます。